どうも東海道串観光の宮島です。さあ本日は後ろにね絵が描いてありまして、ブドウとワインの絵がね描いているということで、シャトレーゼベルフォーレワイナリーさんということで、皆さんも聞いたことあるシャトレーゼさん、いろんなところにあるシャトレーゼさんのワインとかねメインで扱ってらっしゃる店舗さんになります。まあ、もちろんシャトレーゼさんなのでもう日本中にね、いろいろ商品出荷されてますので、同じものもね近くの店舗でもしかしたら取り扱ってるかもしれませんので、そういったところもね気にしながら店舗の中この後撮影させていただきます。さあ中に、わーすごいな、やっぱりベルフォーレワイナリーっていうだけありますよね。こんな感じでお酒のコーナーずらーですね。ちょっとどんなのあるか見ましょうか。僕もお酒飲むわけじゃないんですけど、こんな感じで試飲ができるんだ。はい、こんな感じでちょっと有料なんですけども試飲ができますよっていうふうにね書いてあります。赤ワイン一升瓶で売ってる、すごいよ。これはちょっと軽いワインなんです。まあ、ちょっとワインそもそも飲まないんで分かんないですよね。へえ、すごいな。こんな感じで棚一面ワインですね。いやすごい。あ、でもここはあれなんだ、桃、まあ、山梨桃もね有名なんでね、この桃のワインだったりとか、ブルーベリーのワインで、下見たら洋梨のワインですって。アルコールなしで飲めないかな。いやでもすごいな、いろんなものがあるし。何これ、シャルドネ樽発酵、なんかこれは2019って書いてある、2019って書いてあるし、下2020って書いてある。はー、いや好きな方はなんかすごく楽しめそうな感じですね。いやすごいな。あ、でもありがたいですね、僕酒飲めないんで、この巨峰のジュースとか、あ、これ懐かしいな、このスパークリングのブドウジュース、これねめちゃくちゃうまいんですよね。これめちゃくちゃ150円なんだ。え、安いな。え、安いな。ちょっと業者レベルで買い占めたいからへえ、すごい安っ。さあお酒と反対の方の売店にはですね、まあ、こんな感じで手前はね、あのワインとか入れる袋だったりとかですね、まあ、ワインで使うような品々も売ってたりしますが、あのお土産物ということで結構いろんなものね、置いていただいてるみたいですし、シャトレーゼといえばアイスですよね。アイス売っとるんだ。まあ、もちろんこのアイスは買えますからね、あのお店行ってもらえば買えますんで、ここじゃなきゃ買えないっていう感じではないですけど、いいっすか、紹介させてもらって。もう完全にお前が言わなくても好きだっていう方絶対いると思うんですけど、チョコバッキー、これがねめちゃくちゃうまい。これはね俺大好きなんですよ。いやチョコバッキー売っとるんだよ、暑い日は食べたいな。待って待って、すごいのある、ドライソーセージ、これ1800円でいいですって、すごくない。いやすごいな、ちょっとシャトレーゼさん安すぎじゃないですかね。もっと値段取っていいと思うんですけど。はい、ということでシャトレーゼのベルフォーレワイナリーさんの店内で撮影させていただきました。非常に魅力のある商品がたくさんある印象でした。ぜひ山梨の方に来た際はこちらも立ち寄ってみてください。そして動画見て面白いと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。